ジョン・ボール・ボールが編集したピークス、パセズ、アンド・グレイシャーズの表紙ジョン・ボールはアイルランド出身の政治家、博物学者、登山家である。ダブリンで生まれた。バーミンガムのオスコット・カレッジで学んだ後、ケンブリッジ大学のクライスト・カレッジに進んだ。若い頃から博物学、特に植物学に興味を示した。ケンブリッジ大学を卒業後、スイスやその他の国を旅し、 科学雑誌に植物学やスイスの氷河に関する記事を寄稿した。1846年に旧品法委員の助手となり、1848年にスライゴのイギリス庶民委員議員候補になるが落選し、再び旧品法委員を務めた後、1852年にカーロー軍選挙で当選した。クリミア戦争への参戦に関する論争で注目され、首相を務めた。 アーマストン施策によって1855年に植民地省の政務次官に任じられ2年間その職を続けた。植民地省では科学的な分野に貢献しカナダへの科学探検隊の派遣やウィリアム・ジャクソン・フッカーと共に植民地の植物の体系的な知識の収集を支援した。1858年の選挙で落選し、 政治家を辞め、博物学研究に専念することになった。1857年に創立された、英国山学会の初代会長に就任し、登山家として記憶されることになった。著者のアルパインガイドは、多くの登山と旅行の記録で、登山中に観察したことが、明瞭で、興味を引く文章で記録された。標高3168メートルのイタリアのドロミテにあるモンテペルモに 初めて登場した。モロッコや南アメリカの旅の記録は科学的価値の高いものであると評価されている。ボールは植物の学名で命名者を示す場合にジョンボールを示すのに使われる。ありがとうございます。